ピープルご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ここまでですね、ずっといろんな題をやってきましたが、今度ですね、この正しいとは何かっていう本を、小学館から出していただいたものですから、この本はやっぱり書籍ですからね、書籍っていうのは一つの思想でずっと書かれてるんで、いわば縦糸みたいになるんですが、ちょっと横糸もやった方がいいかなと思ってですね、このガリレオ砲弾の方で、少し横糸の方をやってみたいと思います。したがって今日これお話しするのはですね、本とはちょっと違うニュアンスもあるんですね。だけどもまあ奥行きを深めるっていうことで、少し別の視点からお話をさせていただきたいと思います。で、高等学校とかそれからいろんな本を読まれる人はですね、その正しいとは何かっていうと、まずまあソクラテスはどう言ったかとかですね、カントの本にはどう書いてあるか、もしくは日本ですと禅の研究という本をちょっと買ってみてですね、それで読んでみようかと、まあ、こういうふうになるわけですが、まあ現代とあまりに離れてるってこともありますし、相当哲学的な内容なので日常生活になかなか適応できないんですね。じゃあ日常生活はどういうことかっていうと、これちょっと例を3つほど書いたんですが、消費税が今度 10% に上がりますね、まあ、段階的ですが、それをうまく生かされるために、国会でですね、消費税に打ち勝つセールというのをやっちゃいけないという法律を作るんだっていう報道もありますね。だけどですね、この自由社会で税金が上がるから 3% 値引きしたセールをやるっていうのが禁止されるっていうのはですね、おかしな話のようにも見えるんです。ところがですね、この話がおかしいかどうかが分かる基本は、やっぱりそういうことをやったら正しいかどうかということが分からないとダメなんですね。民主主義の下でそういうのは自由競争の下で正しいのか間違ってるのか分かんないんですね。2番目の例としては、消費税賛成の大新聞が減免措置を受けます。つまり、大新聞は消費税大体賛成をしておりますかね。ところが大新聞は消費税増税の被害は受けないんですよ。被害と言っちゃ悪いですけど税金ですからね、被害ではありませんが税金の増税は受けない。なぜかといったら新聞は大切なものなので、税金は上がらないと、こういうことですね。私の生活は大事じゃないのかと、新聞は正しいことをやってるから減免措置があると。じゃあ大新聞は自らが減免措置を取れるので、大新聞の増税賛成はまともであるかどうかということですね。結論は言いませんよ。これが正しいかどうかということですから。この前東京では煙霧ってのがあってですね、バーッと黄色くなりました、空が。あれはセシウム一緒に飛んできますよね、もちろん。じゃあすぐセシウムの被曝線量が出るかと、全然出てないわけですね。マスクしてない人はこのぐらい被曝しました、マスクしてる人はこのぐらいで済みましたと、もうすぐ報道しなきゃいけないのに全然関係ない感じですね。じゃあこういった日頃に接するニュースをですね、自分自身でそれが適切かどうかということを判断するってのは相当難しいということですね。特に現在では価値観が多様化しておりまして、何が正しいのかさっぱり分からなかったという中でですね、我々がどのように考えていくかっていう考えの様子の一端をですね、ちょっとお話してみたいと思います。今日はまず私の得意分野からいきましてですね、環境エネルギー、環境エネルギーなんかに正しいっていうのあるのっていう感じですけど、それはやっぱりあるんですね。まずですね、非常に初歩からいきますとですね、黄砂が飛んできまして PM も飛んでくると、これはもう中国けしからんと、まあ、こういうふうに言ってる人が多いんですけど、これまたちょっと変な話なんですね。黄砂っていうのはもともとですね、これは大気汚染物質じゃありません。黄砂はもう何千万年前から中国大陸から日本に来ておりまして、弱アルカリ性なんで、非常にいいんですね。土地というのは大体は酸性化していくんです。海もそうなんですね。それを中和するのに黄砂が役立ってきたわけです。で、日本の畑で非常に作物がよく取れる、日本の近海の魚がよく取れるのは、まあ、黄砂のおかげなんですね。日本の大地を作ってるのもそうですね。だいたい1年に 0.1 ミリ、普通は堆積するんですね。黄砂以外にも、まあ、砂なんか走りますからですね。そうしますとだいたい1億年に1万メートル堆積するというのが標準の堆積なんです。ですから日本の大地はですね、黄砂で できていると言っても過言ではないんですね。で、黄砂の下で日本民族が住んでますから、特別なものがない限り黄砂によって何か健康障害が起こるってことはありえません。ですから専門的にはですね、黄砂を大気汚染物質に入れておりません。
これはもう酵素の専門家いくらでも言いますね。これは越境物質っていう名前をつけるんです。普通越境物質、つまり日本以外のところから来る物質であるという名前はつけますが、大気汚染物質はつけません。 PM は全然違いますね。 PM はこれ人間が出した炭素を主体としたものですね。ですから酵素と PM は、仲が悪いんですからね。油と水ですね。こっちが水でこっちが油ですから一緒に飛んでくることはありません。バラバラになって飛んできますが、最近ではですね、日本の官庁はこれ一緒に測ってるんですよ。で PM が何本つってるから、私が中見るとですね、いや PM そんなじゃないのと、酵素だけじゃないのと、まあ、いうことになることがあるんですね。で、酵素は健康には害がないんですが、 PM は健康に若干の害があります。こういったこともですね、我々が憤激してですね、中国はけしからなんつってるんですけどですね、どこがけしからないのっていう感じがするんですね。まあ、これは非常に初歩的なものです。正しさという点ではですね、まあ、正しいということを判断するためにはまずは事実をよく確認しなきゃいけないということですね。普通はだけどこれ難しいんですね。事実をちゃんと理解してから正しいよというのを決めてるという人はめったになくて、まあ、大体高さも似てるねと、まあ、いうことですね。だからちょっと障害のある人、杉の花粉とかそういうのに障害のある人のためにちょっと言っておきますとですね、黄砂が問題になるとしたら、黄砂が来るときはちょっとですね、喉とか気管支が少し過敏になるんですね。過敏、黄砂自身は問題ないんですけど、過敏になったところに PM とか花粉が来ると余計に、症状が重たくなるっていうことがあるんです。これは黄砂のためって言っていいのかどうかですね、ちょっと微妙ですけど、それはちょっと付け足しておきます。で、杉花粉ですね。大体スギ花粉とは精神的なものがありますから、この写真を見たらスギ花粉の花粉症になるってことあるんですけどね。スギ花粉が来ますよっつって、スギ花粉じゃないものをバーッとばらまくとですね、そこら辺の人が一斉にくしゃみするらしいんですけど、これは精神的なものがかなり効いてるってことですね。この横に割り箸をつけました。スギ花粉っていうのはこれ、日本人がわざと作ったものですね。山の木というのはですね、成長して植林してから大体20年から30年で杉なんかは切らなきゃいけないんですね。で戦後まあそれを植えたわけです、高度成長の前に。したがってもう2、30年で切らなきゃいけないのに切らないもんですから、もう大体4、50年の樹齢になっております。そうしますと杉はですね、もう俺はこれで死ぬからロートルになって早く花粉をまいて子孫を育てなきゃいけないっていうんで、ガンガン花粉を出すわけですね。それからもう今は、間引きもしておりませんし、枝打ちもしてませんので、ますます木は貧弱になって、大体ですね、生殖というのはですね、食事とかそういうものが不十分になって危機を感じた時に出すんですよね。それが生殖というものですから、どん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 花粉の量が増えて、そしてある量を超えると、そうすると花粉症になってくるということですね。ですから、森の木というのは切っていかなきゃいけないんですが、それを怠ってるわけですね。それに環境運動家が変に加担してですね、森を切っちゃいけないと、割り箸も作っちゃいけないというわけですね。森っていうのはですね、1ヘクタールあたりできる量が150立方メートルと決まってるんですけど、そのうち木材と使えるのは30立方メートル、つまり5分の1にしか過ぎないんですよ。木っていうのは最初からバラバラに植えるとですね、もう杉 の材木なんか取れないぐらい細くなっちゃうんでダメなんです。やっぱり基礎はさなきゃいけないんで、どうしても密に植えるんですね。それである程度のところで間引いていかないと太い木ができないんですよ。どうしても間引かなきゃいけないんです。それから必ず枝が出ますから、枝を切っていかないと節ばっかのある変な木になっちゃうんです。だから木を植えるってことはもう最初からですね、間引いて枝打ちしてっていうことをしょうがないんです。それから木材はこれ丸いですからね、断面積が。材木は四角なんで、どうしてもこの周りの三日月のやつがいっぱいできるんですね。それで結局のところは5分の1しか利用できないんです。ということは森林を守るってことは、材木にならない5分の4の木をどうやって使うかに勝負があるんですよ。これが割り箸であり、合成材でありですね、それから紙なんですね。こういったものに使うことによって、その日本の森から材木が取れるようになる。これをね、環境運動家がリサイクル、紙のリサイクルしたりですよ、それから割り箸のつく前箸なんてやるもんですから、もう日本 の森はくちゃくちゃになっちゃってですね、それで花粉症になる。で花粉症になったから今度東京都が花粉の少ない杉っていうのを開発でやるらしいんですけど、こんなのはですね、もともとの自然と一緒に人間が生きるのと違うんですね。ですから、まあ、こういった場合はですね、
本当にこう人間が間違ったことをやることによって、またそれを塗布するような行為に出るっていう、まあ、そういう例でありますね。それから最近はちょっと自治問題といいますか、エネルギー関係の自治問題を少しやっておりますが、この前もなんか内閣の官房長官がですね、化石燃料は枯渇が予想されているとか言われているってちょっとボケた言い方しましたけど、あれはですね、実は化石燃料がなくなるっていうのは嘘だったっていうことがだんだん分かってきたんですね。この図ちょっと小さいんですけども、今まで我々が使ってきた石油とか石炭っていうのはですね、あれは本体じゃないんです。この本体は黒い、ここが地表ですけどね、地表のずっと下2000メートルから3000メートルに石油とか天然ガスの本体がおります。ところが本体には今まで手が届かなかったんですね、人間は。でその本体から漏れて粘土質にぶつかって、これシール層って言うんですけど、この粘土層にぶつかって、そこで地上に出てこなかったものが粘土のこういう山みたいな、地下ですよ、これ地下の山みたいなところに溜まったところ、これが、まあ、ガス田、油田というものですね。で従ってここには砂も何もなくて、ガスとか石油だけが溜まってるわけですよ。そうするとまあ地表300メートルとかそんなんですから、パイプをガーッと突っ込むとですね、自動的にバーンって吹き出してくるわけですね、圧力で。それが石油とかガスなんですよ。ですから今までですね、大体200年とか500年で枯渇すると言われて、それも200年から500年ですからね、30年なんて言ってますけど、そんなのは全然嘘ですからね、200年から500年ぐらいなんですが、それがなくなるかどうかっていう議論があるんですよ。これは地形と関係しますから、産油国っていうのも存在しますし、こういう地形のあるところだけしかないんですね。ところがこの本体にもし手が届くと、これはまあ大体1万年は簡単にあるんですね。大体ですね、今から3000年経ちますとね、日本列島は全部夏でも氷に覆われて誰も住んでませんから、3000年後のことを考えたってもこんなの無駄なんですね。ということは化石燃料がなくなるってことはないということなんですね。でね、この問題を取って正しさがどこに関係するかというとですね、これの間違ったことを考えてると変なことを注意するんですよ。お前はこんなに無駄に石油を使っていいじゃないか、なくなるのにどうするんだなんつってですね、ものすごく怒られたりするんですよね。いや、あなた石油って1万年もあるんですけども、あなたどのくらいがあると思います。いや、200年吸ってるぞ。いや、あれはね、余ったとこだけなんです、こういうわけですね。まあ人間がですね、正しいと自分が信じて、こう相手に罵倒するってなった時の多くはですね、テレビで言ってるからっていうのが多いんですね。週刊誌に書いてあったから全部受け売りなんですね。一回ここで止まって自分で一つ考えてから人に言うとか、まあ、言う時にはなんか石油がなくなると言ってるぞぐらいだったらいいんですけどね、まあ、まるでなんか自分がこのメジャーになったような感じであります。まあ、そういうことなんですね。で、もう一つちょっと皆さんにご参考にためにお話しますが、今までよくね、このメタンハイドレートが日本近海で見つかったから国産資源だなんて言ってる人いるんですけど、もうこれはね、今から40年前に終わりました。昔はですね、アラブが石油を持ってるからアラブは裕福だと、こう産油国とかそういうのがあったんですね。これがなくなったのは僕の感じではね、僕はエネルギー専門ですけど、今から20年ぐらい前にそれなくなりました、ね、なぜかって供給過多になっちゃったんですよ。石油はもう北海道だってもベネズエラでもどこでも取れる、値段がなかなか上がらなくてですね、1バレル40ドルってのは24年も続くんですよ。なぜそんな風に続いたかっていうと、物価はどん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 上がっていくんですね。石油価格だけ上がらないんですよ。天然ガスは出てくるわ、石炭は出てくるわっつってですね、ついに、ガソリン1リットル100円で売ってたんですよ、ちょっと前までは。だってね、お茶がね、ペットボトルで買いますとね、0.5 リットルで150円ですから、1リットル300円、水が300円、ガソリンが1リットル100円という変な逆転現象になっちゃって、これを打破しようっつって2007年にブッシュ大統領がエタノール構想を出しますね、バイオエタノール構想。さらにはいろんなことをやって、いや、もう やっとですね、1バレル140ドルペースになりました。それとも水よりかちょっとまだ安いんですよね。だけど一応こう石油売り手はですね、まあ、このぐらいでいいだろうって言うんで、2009年からこのシェールオイルを、シェールガスとかシェールオイル一緒なんですけど、これを掘り出します。で現在これ白いところが、この地図の白いところが調査が完了したところですけど、このさっき言ったこのシェールガスとかシェールオイル本体ですからね、油田とかガス田ってとこないんですよ。だからもう全世界になっちゃうんです。アメリカもカナダ、アメリカね、ブラジル、メキシコ、これ色がついてるところはもう確認されたところですね。ヨーロッパもそうですね。
アフリカ、北アフリカ、南アフリカ、これあのちょっと黄色いところ見にくいと思いますが、中国はまだ半分でこの黄色いところあるだろうと思われているということですかね。だから各国とも大体土地面積の国土面積の4分の1ぐらいがオイル層なんですよ。これは昔ゴンドワナ大陸なんかあった時の元なんですね。それから大体2000メートルぐらい堆積してるって下にあるっていうだけなんですよ。これにねパイプを差し込んだわけです。技術作って30年かかりましたけどね。そして出してみたらね、今の天然ガスの3分の1の値段で出ちゃったんですね。それでまあ今アメリカはシェールガス革命って言ってますけど、これはね革命っていうのは適切でありません。もう今から80年ぐらい前から分かってますことですね。そこにまあ実際上天然ガスの3分の1の値段で掘れるようになったって。ところがね、日本のあのまだ報道を見てますとね、まだ資源国が大切だって言うんですよ。今は資源国は関係ないんです。全世界になりますから。問題は技術を持ってるところなんですよ。つまりシェールガスを掘れる技術、3000メートル下までずっと垂直掘って自動的に横にする、この技術を持ってるのはまあアメリカと日本とドイツって言ってもいいんですけど、まあそんな感じなんですね。アルゼンチンでいくら出てもですね、アルゼンチンの人はこれ使えないんですよ。だから今や技術国が資源国なんです。山を持ってるとこはダメなんです。なぜ昔は山を持ってるとこは資源国だったかって、石炭があったらツルハシで掘りに行くからいいんですよ。今石炭ですらダメなんです。日本の機械が行かないと石炭は採算合いません。だから石炭を出荷する国は全部日本から機械買ってるんですね。で日本がもう機械出せなくなったらコストが上がりますからね。だから勝負できないんですね。だからここもですね、我々の頭っていうのは難しいんですけどね、こう一つのものが40年前に頭に入りますとね、資源国資源国っつって、日本から資源が取れてよかった、ダメなんです。全然日本からの近くの資源は全部高くてですね、勝負になりました。だから日本は技術さえ作っておりゃですね、資源はいくらでも来るっていう時代になりました。まあちょっとですね、正しいとは何かと少し違うかもしれませんが、まあ